我是马卡。不改，OK 的。大家好，我是马卡。你真是真相分享，小分享养书。一部穿内衣及涂豆奶爆红的日本写真网红 Maka 来台进驻亚洲成人直播平台活动，预告为台粉献上超多福利。台湾カステラが大好きで、今日さっきちょっとだけ食べてきました。麺線が大好きで、パクチーたくさん乗せて明日ちょっと食べに行きたいです。パクチーお好きなんですか？あ、はい、好きです。很喜欢。台湾有香菜冰淇淋。へえ、ちょっと気になりますね。程度上会更多吗？ファンの要望があれば。まだ男性の絡みはしないので、まあ一人でちょっと脱いでエッチなことしちゃうみたいな感じで変わらず行きたいです。得意なテクニックですか？みんなが知ってるのは多分ノーブラの姿だと思うので。まあ、そこからちょっと徐々に脱いでいったりとか、そういうパフォーマンスとか、あとは結構ちょっとこういう場で言っていいかわかんないんですけど、潮吹きとかそういうおもちゃを使って楽しましたりとか。いや、もう恥ずかしさが勝っていて、ずっと顔真っ赤にしながら桜の木の下でお散歩をしてたんですけど、それが逆にバズって、そこからが始まりでした。慣れて、一回先日テレビの収録でテレビはノーブラが NG だって、日本はそうなんですけど、その時下着つけたらもう息苦しすぎて家帰って、でも疲れてそのまま寝ちゃったら朝は息苦しくて起きました。マカ也大方分享維持粉嫩的保養秘訣。一応日本のクリニックで乳輪がピンクになるなんかピコレーザーをして、あとそういうクリームもあって、それを毎日塗ってます。これじゃもうそのまま胸に当ててるってこと？そうなんですよ。なんか結構コメントで乳首が黒いみたいなアンチが来て、そうじゃないしとか思って、ちょっと頑張ってピンクに、はい、もっとよりなるようにしてます。大豆奶油の技巧が失敗だろ。まあ縦揺れと横揺れがあるんですけど、こうするか、あと包茎もしてないっていうのも大きいかもしれないです。如果以後交男朋友或是結婚、老公不讓他戴無罩或男朋友不讓他無罩，他 OK 嗎？受け入れません。接受。ありがとうございます。